お疲れ様です。今日はですね、こちらの迫撃ロケットやっていきます。というわけで、久々のロケ削りね、やっていこうと思うんですけども、まあ今の環境ね、ちょっとゴブ小屋が強いんですよ。ゴブ小屋が強いんで、まああとなんだ、スケラとか、まあその辺も多いといったところで、ロケットがね、あんま強くない。てかまあロケ加砲されてから、ね、そんな、ロケットみたいな環境ではないんですけども、まあ結局、弱くはないよねっていう。最後の最後の削りでは、やっぱ強いんで、まあロケ削りするんですけども、まあこのね、アイスピとか、ロケこの、ちまちまダメージも稼ぎながらのね、はい。最後はロケフィニッシュ目指して、いこうかなと思います。さあ、嫌な雨。で、この、迫撃、ロケ、迫撃、これ打っちゃいます。削りが欲しい。迫撃クエイクでもあったかな。これなんかゴブリンだったり、槍ゴブリだったりするけど、まあゴブリン強い。結局ね。槍ゴブリンも強いんですけど。なんか槍ゴブ使うならゴブ小屋でいいみたいな。いっぱい出てくるからな。お得だし。結局ね。何事もお得が大事。で、ここはスケラ来たら嫌だな。おー、さあバルーン来る。これはもう釣ってトレネで近畿道できますね。さすがに美味しい。京介だけいなくなって爆破でバルキリーも耐える。いや優秀すぎんか。キングが落ちなければフリーズだけ怖いけど。さあ、いやだいぶ美味しいダメージが美味しい。キング起動がねできまして、ゴブリン2発ぐらい入ってくれるだけで幸せ。一発ウッドで削る。はい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 。でもロケットにビビってね、怯えてる生活してる。こんな高いマスク出しちゃったりして。これはもうね、別に刻んであげて。これ、後ろ、キョスケなんで、迫撃で攻めちゃって、みたいなね。いや、苦しいんじゃない？ちょっと、お兄さん。で、ロケ砲でダメージ稼いでいきたいけど、稼げないか。いや、キョスケ強。ちょっと待って。お、待って。マジで迫撃砲延命。あー、ちょ、ゴブリンお前やめろや。迫撃姫一発欲しかったな。さあ、マスケやだな。さあ、バルーン来る。これはもう正直トルネでね、なんとでもなるんで、トルネもいらなかったかもしれないですけどね。はい。俺の負け筋はこれ、ディガーでカツカツいかれることですかね。削れなくて。やべ、アイスピーってワンパンされちゃうんですね、そういえば。本当に。そこだけ、分かってないんですけど。ちょっと抑えていかないとね、俺は。意外と削れないな。まあ、ロケを打つか。まあでも、めんどかったらこれね。はい。防衛力最強。で、ディガーも拾って、こうなったら、矢の雨しかダメージ受けないっしょ。ガイモ説あるな。ヒギ。引きこもり。1週間家から出ないでとかは余裕でいけます。引きこもります。残り2分間引きこもってください。はい。了解しました。柳行きます。なんで来ない？来てくれや。さあ、遅れてくる。え、ちょっと待って、これキングがさ、うっ！おーぶねー！いや、なんかキング削りすぎて負けるみたいなことがちょっとありそうで怖かったです。これさ、ロケット欲しいな。高めマスケ来ちゃったっすね、やっぱり。まあまあ、でもこれ同じっす。ここだけこのディガーがね痛いんですよ。まあでも仕方ないっすよね。まあでも俺ロケあるんでね。はい。暇ロケ砲。いや、ここでさ、溶かしちゃおうぜ、もう。めんどくせえから。いやー、この D が嫌なんですよ。さあ。守りつつ、この迫撃砲で攻めてるんで、迫撃が一発入れば幸せですけど、入らなくても、幸せか。
守ればいいんだね。もうさ、残り何秒や、10秒、下げる、ローキー打つ、やばいかな。迫撃の誘導あるんで、そうっす、ね、おい、いやマジ守り方すぎ。てかバルーン引けたのはこの上なく幸せですね。一番相性いいんじゃない多分このデッキ使う上で。もうバルーンだけはだってロケもあるし迫撃ドルでもあるんで、いやバルーンだけはモハメドライトのバルーンとかムギットのバルーンでもね勝てる可能性がある気がします。そんぐらい相性がいい。最近ねゴブリンもね、まあ、最近ずっとなんですけど強いんですよね。そう、アイスピゴブリンっていう組み合わせ、アイスピ縦線もあるんですけど、ゴブリンニコスでアドを取られない、ウッド打たれるぐらい、まあ、トントンか。そう、ドリルとかホグとか、まあ、なんだろう、スケラとか、まあ、何のデッキにでも入ってきてるんですけど、私ゴブリンが強すぎて、お、これまたバルンじゃない、もしかしたら。いや薄いか、さすがにアーチャー型だと。いや本当もしかしたらねあります、そんな都合よくバルーンばっかり。いやさすがにない、さすがにないかな。いやでもバルーンなんだよな、めちゃめちゃ。いやマジでこんなにバルーン来るんっていうぐらい来るっす。これディガーも持っていきたいな、せっかくなら、ね、はい。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれや、なんだこれ、なんかズルしてるみたいやん、これインチキやん。ただ神相性を引いとるだけの試合になってしまう、なんだこれ。さあもう余裕の余裕のロケで、ロケ方はね、まあ矢波くれちゃうんですけど、まあ2周目とか強いしなと思いながら、まあ出してもいいし、まあ出さなくてもいい、どっちでもいいな。そうゴブリンの話してたよ。いやゴブリンがねマジ強いんだよな、手札回しにもなるしね、なんか便利すぎて。さあもう最強。あ、これフェニーまで連れていかないといけないですね。お、フェニックス、お前やめろよ。おぶねー、なんか神ザップ、ザップ持ってたっすね。はい、まあまあまあね、このゴブリンでしっかりディガーも拾いながらの攻めてもいきたい。これも攻めていい気がするっすね、正直。ああ、いや俺の持ってるのと違うな。いやロケホエイムがだいぶ専門家のはずなのに、これロケ打ってがないとね、ちょっとダメージがなんか神相性だと思うんですけど、ギガーで削られちゃってるっす。まあでもうー、こんな拾えないの痛い。さあこれでまたロケット打ちましょうか。いやでも明らかに明らかにだな。明らかに相性がいいよな。いやそんなことある、ちょっと流行ってるね、キョスケバルーンが。まさかのキョスケバルーン時代が来てる。こんなのって何でもいいかな。D が拾えないのが痛いやな。まあでも迫撃とかトレンドとかもあれば、これ守る、取るだけで終わるんですよ。迫撃もね一生強いやん、強いが多いんですよね、もうインフレで。はい、さあ気づけばダメージ逆転。お、いいロケこれ、迫撃で、なんなら攻めていく俺が。ああ、それの存在忘れてましたね。え、でもゴブリン優秀か、さっきから手前だけど。うん、さあ迫撃最強、
取るね。マジでね、通りません、相手の攻めは。お、やばい。うーい、いやビビるね。あ、こういう時のためのロケットですよね。そういえばロケット持ってましたけど俺。さあ、でダメージ稼ぐんで、トルネでもダメージ稼ぎます。はい、でしっかり時間稼ぎながらのウッドまで使って、トルネで最後にダメージを稼いで、おい、さあ逃げ切っていく。ダメージね、これロケット一応ウッドトルネも、まあ、削れはするんで、あの小さなねトルネの範囲とかも1マス2マスね相手側にやってダメージ毎回稼いでいくと、タイブレイクでも勝ちやすいかもね。これもっかい強スキバルン来たらどうしようかな。俺の明日強、明日の動画強スキバルンになっちまうよ。さすがにねえだろ、さすがにね。あー、ただの、はい。あ、待って、やべ、うわー、ずれた指が、どういうことよ。いったこれ、ちょっと待って。豚で、いや、豚でこんなダメージ受けるのよくないっすね、ほんまに。美味しい豚が。26か？いや、あのハイスピアだな。このハイスピ入れたらダメ。バルキの受けきついんじゃない？お、もしかして。めっちゃいるぞこれ。はい、浮きがなくて入っていく。よし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 。いや、これさ、まあクエイク持ってるじゃないですか相手が。迫撃腐るけど、まあ迫撃なんて俺飾りの飾りじゃないですか、まあ、メインはロケなんで。よいしょ、さあしっかり吸ってハイスピ抑えて、まだロケでいけ。それ迫撃もね、一応クエイク打たれても残るんで、防迫しとけば強いです、正直。うん、でまあホグ来たら防泊っすね。ホグが来る前に防泊しちゃうと、ただクエイク打たれるじゃないですか。それだと良くないんですよね。んでホグが来たら防泊で、そこにクエイク打たれても耐えれるよっていうのが理想ですね。あー、ちょっといい攻めしてくるね。だいぶいい攻めしてくるね。怖い。え、これ入ってる、入ってないよ、なんかだいぶ寄ってる。ホグが来た、はい、逆がいいんだね。まあこれもちょっとゴブリン使うのもったいないんだよね。で余裕あればロケ打っていきたいかな、まあ、余裕あるっすね、うん、おお、あ、それやばい、やばい、うっうっ、いやー強っ。ピューン、なんならこれトルネで、え、てか当たる、当たんねえか、さすがにそこまで俺の今良くない。ロゲンも強いな。いや、バルキリー、なんだかんだバルキリーいいっすよね。スケキンとかゴルナイとかチャンピオンが強いってなってるけど、なんだこのバルキー、なんだかんだね、このバルキーの安定感が違う他と。でこれね、一緒に刻んじゃうみたいな範囲で。さあ、あとロケットが3発ぐらいいんのか、意外といるな。よいしょ、さあもう削って、これ低めてもいいですけどね、別に。まあ、うっ、おお、よく耐えた。さあ、ロギョのダメージ入ったらね楽なんですけども、あと2発っすね。怖かったらロケ砲から、あ、それは諦め大佐、おじいじいです。さあ、ホグとバルーンだけはね、トルネードが大活躍するんで、
いやもうホグトルネ引いた瞬間噛み合いしようってやばいけどな。さあ来た。でまあ最後6球で削るものの、序盤に迫撃で稼いでいくとねものすごい楽だと思うんで、あまあこれは近畿でいっか。さあ一発入っちゃうけども、まあ、ペッコーか神技か知らんけど LSP 珍しいな。ロッケがヌーなんでや、なんでねんや。さあ圧着言うのなんらメガナイトなんですけど LSP がちょっとわかんないですね。おお、あメガラムだ、やばすぎ。いつの時代、しかも序盤からライトやばい、コスト使いすぎ。あんたさんやめてくれ。うわ痛いな、なんか結構ダメージ受けてんな。まあ、ライトというのか。さあということでメガラムっすね。まあでもこれはゴブリンゲーかな。マジゴブリン最強だと思うので、まあ勇気だったらか、相手の呪文次第ではあるけど。え、ちょっと待って、ロギホミスった、やめて。うっ、よかった。いやこれは攻めたいんですけど、まあ、1回だけ守るわ。ユキだと思うんですよ。そしたらもうゴブリンで全部止まるよねって話なんで。え、ちょマジやばいやばい、トゲがやばい、マジ謎すぎる今の。やばくない変わっとるやん。ゴースエーノかのラムか。あーいやマジ元祖のメガラムっすね。あー素晴らしい銀気度。ウェレス聞いてえな。まあでも俺はせめてアチャクイ来て、アチャクイ来たならロケ打つな、さすがに。これによって右サイドも削れる。相手の高めゴース系が厄介。さあもうダメージが、いや俺まあ左っすね、同サイドだとロケ削りしにくい。さあ俺はもう迫撃で攻める。おっでかい、迫撃で攻める、もう一発入る。いやーいい流れっすね。サイド変えることによって呪文削りをね相手の阻止できるんで、あとゴブリン最強です。迫撃ホイミしてゴーストこっちに呼んで、これロケ打ってもいいね、ぶっちゃけ。まあ打たなくてもいいか。いやこれはそういるよねロケ圏内に。よし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 、さあ同点。こうなったら俺が最後ねロケかませば勝ちなんで、あとは後ろからロケオとゴブリンまた無限に出しても強い。うわなんかミスってるやん、雪玉がかわいい。まあ、ライト来るみたいな顔してたんで小物回してあげて、はい、グッドゲームじゃん。雪玉だもんな。あめっちゃうまいそれ、やばい。いやでもなんかロケ終わってパーティーできそう。あ待ってやばい、何これやばい、うっ見なかったことにしてくれ。うん、危ね。いやー耐えたら俺には何があるって。やべ、なんか怖マジ怖すぎ。さあロケットぶちかましてウッドでも削って
ライトじゃ追いつけないね、しっかりトルネでも削って、おい、え、これ危ねえ、ライトニング打たれたらさ、いやギリか、300301ってライトニングあんのかな、304ぐらいあった気がするな、危ねえはい、なんだかお互い芝呪文かます、すごい試合だったな。さあ今みたいなね、相手がライトニングと雪でロケット押しとゴブリンがもう絶対行きますみたいな相手だと戦いやすい気がするね。嫌な雨持ちとかだったらね、なんかあーロケホ行かれるんかってなるし、よいしょ、もう削っちゃおう、いってらっしゃい、やめろ触れんな、まあ、キングギドはね俺ぶっちぎされていいんだよね、これどうでもいいんだよ、はい、だってキングまで行かないもん、橋渡らないっす、橋渡るのはねやめた、うん、そんなクララはしないスケラ撃つし、迫撃で飛ばすし、ロキ撃つし外役外役すぎるな、あーファイブね、いや痛いな、なんだこれ、スケキン囲むでギャング、ファイブ、いやゴブが出てきそうっすね、ゴブがポトーン、なんかあったなそんなデッキが、ガゴムレミラーの、いやでもあそうっすね、マジそうだ、ガゴムレミラー、ゴブ小屋ミラーが来ますなんて、めんどいね、だから意外と相手迫撃の撃きついんじゃない、俺は気づいた、さあロケコで削れないかな、届かない、おMSすればよかったな、迫撃どう考えても、これ相手呪文がねファイボしかないんですよ多分、俺の記憶上ウッドがない、だから意外とこの防衛が苦手、はいいいね、いや、でかっ。ゴブ小屋だるいだけっすね。ゴブ小屋がだるい。そう、ゴブ小屋がだるい。はみ出るかんな、これで。あぶねえ。そっちじゃないよ。まあでも、これで壊れる。アイスピ削る。キングゲドできんな、これ。やめろ。さあ、でかい。で、まあ、ここに一旦ファイブが来るが、まあ、ディガーは今そう伝えたんで、ね、そうっすね、ファイブがこんにちは、まあ、でも回転が早い、うちはさあロケコよ、読みディガーが飛んできたな、これ攻めなくてもいいかな、攻めるの引退する、マジこのゴブガのこの槍が鬱陶しすぎて雑に処理していく、いやここにディガンやな、よいしょ、いやーでもいいファイボなのって、ほら無限に迫撃で攻めちゃおうぜ、嫌でしょ嫌でしょ、うん、いや、おまたファイブ飛んでくるやん何回見たんこの景色っていうやつだ、いやでもこれ無限ループ入ってる、俺らが回転やっぱ早いんで苦しいのはあんただよねって、いやこれ強いぞ、いやーそっち、さあ陸が、いやなんでやりこぶ、あこれやばい、やばいよね、コースがないよね、やめて、ロケット4431ちょっと遠いな、さあ一回ねロケを出すと、あのまだガゴムに来ちゃうんだ、ディガーがね、おお、おサファイブ使ったなんで回します、回そうと思って回せんだかね、ずれてーん、あーファビンが入ってる、気づいたロケホー回る、おディガム拾う、スケキン違ったけど
みたいな。もしかして負けるかな俺。おぶねー怖すぎる。いやこのダメなロケットよ。結局ねちょっと防衛でも強いのがいいんだよな。意外とね、なんだろう、クロスは陸域多いか、例えば枯渇とかで陸がねえって時とか、エリババとか来たらもうロケ防衛とかね、かましていいです。ロケ防衛強いです。さあ勝てば12の報酬がもらえます。アピーかましてく、まあ、これエレジャーとか来てもなんとかなるかなっていう迫撃取りにあるしね。さあ今回アチャクイディガっぽいの顔してるっすね。これディガっぽい VS ロケか。ディガーがないんで俺には、そこだけちょっと嫌なとこかな。わかんない、ディガっぽいじゃない可能性も全然あるが、多分ディガっぽい。え、やば、キング起動したかったのにゴブリンがいた俺の出したゴブリンがいた。さあ壊してもらって、いやこれ迫撃砲通らないね。あっ、お、いやでかい、10ぐらい少な、怪しいだいぶ怪しいが、キング起動できそうですよねいやこうなると俺は結構楽にね戦えると思うんですよね。グッとくるかな。うわーでかい。であっち食いされたら、まあボムがあるか、目と耳ねえか。そしたらうん、いやボムを貸してロンケコーで刻んでダメージ稼ごうぜ。天才だ、お前覚悟してけよ。いやこれこれ、この拡散でログの位置悪いかな。ああ、角度が、ただ分度器持ってこないと。さあまああれは一応打つかな。いや悩むんですけど、うーマジか、そういう感じか。いい位置です。もうこれはさすがにね。ただこいつやるな。うわっ、さあまあポイズン削りですね。ロケでおとなしく削ってもいいかもね。もう迫撃置かずに。いやー早すぎる、ディガっぽいのサイクルが。これだとでも削りまくちゃうな。え、これ入んないんだ、やばい。苦しい、ずるいそれ。これでもきついんじゃない。おっ、きた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 。いやまあこれ強すぎる。でも一発目、うわーでかすぎる。6圏内です。次や、
いやー、誰だっけ、さっき笑ったやつ、さっき笑ったやつ誰だっけ。お疲れ、グッドゲーム。煽ってしまい申し訳ありませんでした。